あのバカヘマをこきやがって。物を盗むんだったら見つかっちゃダメだ。俺だったら。みんな死んじまった。こいつ何を言ってるんだ。落ち着け。誰が死んだ。全員だ。何者かが76エリアの見張り全員を殺しやがった。くそ、ボスには言ったか。ああ、しっかり守れってさ。門を見張るんだ。よし、聞いたな。くまなく探せ。誰も通すなよ。奴の勘違いだ。仲間のことか。全員もやれるはずがない。だが本当なら軍が戻ってきたもんな。
この野郎。その調子で行け。よし、降りてこい。どうだった？小さいお前にはこっちの方が合う。やばい時にだけ使え。分かった。安全装置がオンだ。外し方わかるか？分かってる。おいいか、ちゃんと注意するんだ。これはジョエル、気をつけるよ。分かった。
さっさとしろ。了解。チェーンが動かないよ。待って。わかった、はい。よし。いやんだ。手を貸してくれ。忙しいよな最近。なんだっていい。くさ、食いもんはボルムツだけか。何もねえ。行くぞ。よし。ようやく二人組を片付けたみたいだな。町から逃げられたかと思って。あとはトラックの二人組を見つけるだけか。あのトラックには軍隊が乗ってたのか。どうやって皆殺しにしたって言うんだ。もう一度探そう。ちょっと待てよ。お前も死ぬんだ。何、すぐ見つけてやる。見つけてやる。サイドから連絡があった。まだ見つからない。マーケット通りは今連中が車で回ってる。最終よ。奴らが現れることを祈るよ。なに、必ず現れる。いい日になるから。Thank you.
目指して耐えて生き抜け。なんだって？スターライトだよ。お気に入りの漫画で戦いの後に主人公が言うんだ。耐えて生き抜け。そう。わかった。ひどい。この区域はこうやって潰れたんだ。
どんな戦いにも敗者はいる。家族がいたらどうなの？家族はみんないるさ。あまり気にするな。そんなこと無理。さあ行くぞエリー。もうすぐだ。似たようなところに住んでた。ボストンの中でね。陸軍幼年学校。うん、つまりは孤児院でしょ。ここの子供はどうなったのかな。もう長いこと使われてなさそうだ。もう子供じゃないだろう。私たちを追ってるハンターか死体になってるね。あるいは町を出た。思ってないでしょ。俺は出られると思ってる。行くぞ。また会った。このポスターよく見る。この映画昔見た。女の人最後は殺されちゃうの？誰も殺されない。くだらんラブストーリーだ。ねえ、誰と見に行ったの？覚えてない。それより集中しろ。あっさ。この路地を通ろう。トラックだ。心配するな。頭を下げてろ。
ろ。そう、大丈夫、死角になってる。離れろ。分かったから落ち着くんだ。大丈夫だ、悪い奴らじゃない。銃を下ろせ。うわ、これひでえな。襲ってきたらそっちだ。奴らの仲間だと思ったんだ。だがその子がいた。奴らのグループに子供はいない。死んじまうからな。あ、腫れ出てる。ああ、なんでもない。ヘンリーだ。おいつはサム。あんた確かジョエルだな。エリーよ。他に何人いる？みんな死んだ。おい、まだわかんないだろ。大勢いたが、物資を探しに町に入ったのが大間違いだった。クソ野郎どもに襲われて。バラバラだ。今は脱出しようと必死さ。協力しようよ、エリー。だってその方が安全でしょ。そうだな、その方がいい。近くに隠れ家があるんだ。ここよりも安全だぜ。わかった、行こう。ついてこい。銃を向けたりしてごめん。大丈夫、お互い様だしね。出身は？ハートフォードってとこ。本当？すごく怖いところだって聞いたよ。今もういないかな。だからね。あそこもひどいありさまだ。気をつけろよ、奴らの監視エリアが近い。娘さんだけか。親子じゃないよ、なんていうか
この子を守る義務があるんだ。そうか、よくわかるよ。開いたぞ。鮮やか。エリーが喜ぶな。おい待て、静かにしろ。窓から離れろ。言ったな、あのトラックめ、ここに入ってからずっと追いかけられて。サム何してる？別に。そいつはリュックには何も入ってないし。ルールを決めたよな。全然重くない。ルールだ、ノーだ。必要なものだけ取る。そうだ、さあ行こう。あとどれくらいだ？近いぞ、あと少しだ。エリー、後ろ頼む。誰かいたと思ったがもういない。他の連中は？そのこと言おう。調べに行ったのかもしれん。もう一度よく見てみよう。よし、あっちを頼む。俺はこっちを調べる。こっちを、あっちを見てみる。やったぜ。なかなかやるな。焦るな、取引しようぜ。
このドアだ。奴らの近くだ。安全なのか？鍵は一つしかない。どこで見つけた？ハンターを殺した。そいつの鍵だ。みんな入れ。こっちだよ。ねえ、君いくつ？私14。あなたは？同い年。14だったか？すぐだよ。そうだな。そうだ。よし、ここだ。我が社へようこそ。いつからここに隠れてるの？何日か前。食べ物があるよ。来て。ブルーベリーだ。大量に見つけた。食うか？いや。落ち着けって。安全だ。なぜ移動しない？チャンスを伺ってたんだよ。で？こっちだ。見てみろよ。あそこにいる奴ら、ああやってあそこに集まって橋を警備してる。だが夜は相当手薄になる。その時を狙って移動するんだ。奴らのそばをすり抜けていくのさ。なるほど。確実だよ。絶対逃げる。待てて、もう一回。いや、本当に得意だ。おい。これでしょ。いた。ブルーベリーに逃げられた。ダメだ。あんな顔したのは久しぶりだよ。ダメだ、全然ダメ。こうでしょ。ヘリーはたくましいんだな。どこに行くんだ？ファイアーフライの基地が西にあるって聞いたな。そこに行こうと思う。何がおかしい？いや、ファイアーフライは近頃やたらと人気があると思ってな。いい組織だからだろ。居場所もわからない連中を追って弟を国中連れ回すのか？あいつの心配は俺がする。あんたはエリーの心配だけしてろ。落ち着け。俺もファイアフライを探してる。今ここだ。軍が使ってた通信塔が町の外にある。生き残ってる仲間がいれば明日そこで落ち合う。もし一緒に来るなら今夜出発だ。しっかり休んでおくよ。そろそろ出るってさ。グズグズしてたら終わりだぞ。何があってもついてこい。ぴったりな。ぴったり。ぴったりだ。よし、いいぞ。準備はいいか？ああ。行こう。みんな離れるなよ。道は分かるのか？まあな。なるほど。落ち着けって。大丈夫だといいが。こっちだ。
静かに倒していこう。